ゲンタム、エロちゃんって同窓会呼ばれます？なんかあと社会人になって2、3年目ぐらいってマジでダークネスだったんで、あマジ、勝利のたけび、マジ。じゃあしますかね。はい、お願いします。はい、失礼します。いきましょう。今日はね、ゲンさん落ちないっぽい。ほら、さすがだ、解決してきてんだ。車だ、鬼橋。あーん。ゲンさん死んじゃった。確かに3人で金庫はありえない。ゲンさんは貨物の停電くらいで死んでると思います。貨物の停電の理由はアーカイブ脇で右に行ってたから。で、僕がホンタスクをやって昇降機右に停電を直しに行ったけど、先に直されてダウンロードやってます、今。あ、僕貨物いるんですけど、はい、貨物の停電直した自覚があって、ゲンさんは見てないです。なるほど。はい、ネロちゃんの死人は、キッチン脇って誰ですか？クド、私トスクドで、私がボタン押しに行ったんですよ。ごめんなさい、メイン脇って誰？ナナとハイブリッド、高田健士、高田健士3人です。あ、じゃあ違うね。畜舎藤宮タン脇です。で、僕エンジンです。そう、プテーてか宿舎もエンジン組を誰も見ないでボタンまで行けたから、エンジン配線してから行ったのにっていう感じです。まあ、一応ゲンさんがそのアーカイブでダウンロードをしていたりとかした場合は貨物に行ってない可能性もあります。アーカイブで右に行くのが見えただけなん で、まあ、一応本タスクやってて見えてないからラウンジ貨物って言ってると思ったって感じです。うん、藤宮あれも本タスクやってたの？あ、本タスクは3冊だけ閉まって停電を直しに行って、3冊閉まったタイミングで停電になってます。ごめん、佐藤さんは右に行ったってこと？そうです、そうです。サンドさんはキッチンからエンジン宿舎ミーティングよね。そうで、配線、エンジン配線をしてたら行ってますけれども、プテ・フジのどっちにも合わずです。脇の工藤さんとしか会ってない。藤宮君が最後エンジンからメインに入ってきたんやけど、僕は一応宿舎脇で即金庫のダウンロードタスクをやってからエンジンに下ったら7個ハイブリの順でエンジンメイン間ですれ違ってます。ほうほうほう、私は合ってない。すれ違わなくてもおかしくない。なるほど、順は合ってるとは思う。では分からんけど、僕は金庫に行ってます。藤宮のダウンロードはどうだったかな、覚えてないけど。あ、2人とも金庫、2人とも金庫な。ラプテさん見てないから。いや、うん、プテはエンジン金庫だと。藤宮覚えてない、いたっけなって感じ。え、プテはどう動いたの？エンジン金庫。僕はエンジン配線から金庫に向かってます。で、最後まで金庫？最後金庫です。じゃあ藤宮とすれ違いそうだけどね、さすがに。いや、多分すれ違ったんだと思うよ。ダウンロードやってたんだったら、ダウンロードやってる最中に僕が抜けてると思う。もう停電明けには俺は宿舎から下ってたはずだけど、うん、それではどのタイミングで入ったの？いや、僕はやっぱエンジン配線やってたから、やってからすぐだったから記憶がないだけです。藤宮のいた記憶がない。でも多分いたんでしょうね。いや、停電がどのタイミングだったのかが。あ、停電は金庫入ってから起こってます。うん、どうだったかな、宿舎ぐらいかもしれない。ゲンタム、エロちゃんってはい、同窓会呼ばれます？呼ばれてフルシカトのパターンですね、僕は。結構そのパターン多かった。気づいたら開催されてたみたいな方が合ってるかな。うん、私も一緒だ。なんかあと社会人になって2、3年目ぐらいってマジでダークネスだったんで、なんかもうそういうの行きたくないなみたいな。いいねー。はい、はい、あの、気になったんですけど、停電になったタイミングで金庫に入っていて、金庫で何のタスクをやったんですか？僕は金庫でやったのは、ダイヤ磨きしてからお着替えかな。短くないですか？停電直ってから僕ダウンロード終わりかけくらいまで行ってるんですけど。まあでも時間あったけどね。まあそんなもんじゃない。ダイヤ磨いて着替えて終わって、まあ、他の、あの金庫のダウンロードもあるんだけれども、そこに向かってるぐらいで終わったかな。まあどちらそんなに変だないと思うけど、なんかネロちゃんの死人がない以上、アルマくんのゲンさんの死人から詰めた方がいいかなと思ったんだけど、アーカイブ周りだと思います、どっちにしろ。
だとしたら、アーカイブ社は貨物ラウンジ。貨物行ってんだったら僕が容疑者だし。ちなみにね、ごめんなさいね。俺メイン脇でシャワーでタオルだけ回収して、今本タスク何個取ってたっけなと思って見たら、ラスト1個だったから、アルマと合ってないのよ、俺アーカイブで。アーカイブのシャワーの本だけ回収、タオルだけ回収入れずに、バスケットに入れずに、本タスク3つでアルマと合ってなくて。僕はアーカイブの本タスクが全部上だったのと、3冊閉まったタイミングが停電になってすぐ証拠機右に行ってます。でダウンロードが終わりかけぐらい。これってめちゃめちゃシンプルな話、そっちの原産のキル候補は剣士はアーカイブいたでしょ。いた。剣士は入っちゃうと思うし、鬼木は当然候補で、中野くんもそれ候補に入るよね、まあ、3人っぽいっす。で7ブリ不死身はそれ無理だし、プテサントス苦労も難しいと思う、その3人で。さっきの話を聞いてると、宮プテ橋で、死人が合ってないのと、うん、あのネロちゃんは誰も見てないことから宿舎ら辺で湧いてそうな気もするし、宮プテどっちかに陣がいいっすか、もしくは2陣がもあるかもなって聞いてたらすげえ思った、うんうん、あ、奈良子さんに賛成です、まあ、結論は、うんうん、プテのマットは全然あると思うけど、わかるわかる。マットかなって思った。一番人外値が高いのはプテだと思う。そうね、いや僕って富士宮見たって別に言えばよくないですか。ダウンロードやってる富士宮を抜けて金庫行ったよって言えばいいから。まあ、俺は見てないからね。いやまあ富士宮見れなくない、ダウンロードやってたんだったら。まあ客観全体視点でプテが疑わしいならもうここでつってほしいけど、LINEとか疑われる。なんか僕のその死人を富士宮を見てないよっていう情報でなんで僕が釣られるのかわかんない。富士宮でもよくない、そしたら。まあ、完全に死人がずれてるってことだよね。まあ、死人のずれ、まあ、それで右の原産の容疑者になるのは変だなと思うけど。その宿舎あたりって。あ、これ僕死ぬの大丈夫？ちょっと強めだとは思うが、じゃあ、藤宮を対抗に出します。僕は藤宮を見てないから。ら米いきます。藤宮を対抗に出す。これ、死ぬんだ。ちょっと意外でした。ねえ、死ぬんだね。まあでもこれ。富士宮さんまで落としてくれそうですけどね。多分大丈夫だよね。うん。そんなになんか。むしろマットで見られてるからね。そう。なんか全然決定打なかったと思いますけどね。そのね、釣り意識高めじゃん。うん。はい、ナイス。まあ、確認だけして。ああ、ここではないのを前提に話すんですが。僕がインポスターの場合ってプテハシがクルーなら発見してないですか、死体を。サントスさんがボタンまで行ってることからミーティングには死体ない、うんうん、でプテは金庫でフキフキとお着替えタスクをやってダウンロード行こうかなぐらいって言ってたから、うんうんうん、死体があったらプテが発見してると思う。藤宮さんって7ブリとあったんだよ確か、エンジングはい、あってメインに入って真ん中ぐらいで終わり、ね、だから、うんうん、そうだね、僕クループテ、あ、違う、僕黒のプテクルーはネロちゃんがそのコックピットとか展望で死んでる可能性はゼロ。いや、ありえるんじゃない。あ、でもこの、うん、展望は、ね、展望はだって工藤さんもキッチン脇してるからコックピットはある。展望はてかね、多分一番懸念するのでプテクルー、藤宮クルーじゃない。そうそうそう、うん、あ、どっちも、そうそう、ネロちゃんがそのそこら辺にいない可能性はあるから、いないっていうパターンが一番考慮しないとダメか、うん、まあでもプテ走ってちゃった以上は、そうね、まあ、白はどうするか。いや、まあプテは結局そのミヤちゃんから見られてない以上で、しかもエンジンで湧いてサントさん見てないんでしょ。じゃあ別にプテはそもそも死人されてないからキル候補の人にはなるんで、うん、別にプテタンズリでもいいと思う。白か、え、タンズリか、タンズリ、まあそう、結局プテさんクルーだったら、まあさっき僕が言った通り、うん、金庫の死体をプテが見つけてると思うっていう。それはなん、それはまあ確かにそうだなとは思うが、うん、あとスキップ3票聞いていいですか。はい、僕スキップ入れたけど、え、ネロちゃんの位置全く分かんないな、これって。そうね、うん、まあ、別にスキップ入れてもおかしくはないと思うよ。今、プテクルーの可能性が残されてるのに、うん、これスキップはやばいと思うんだけど。いや、僕もローラー。あ、じゃあ、おにぎりどこ釣り派、うん、あら、みやちゃん、え、藤宮釣りはやんなきゃいけないと思うけど。あ、まあ、でも、手が黒じゃなかった以上は、アルマ、タキオとかの、まあ、アルマよりはタキオさんの方が黒いとは思うけど、って感じかな。うん。うん、右が、まあほぼアルタケで落ちるんじゃないかなと僕は思ってます。一応まあゲンさんの死にはあるから、ん？貨物で停電直したしか言ってないですよね。所定。だってそれ、ん？あ、別にいいんじゃないの？給油してるけど。ゲンさんの死にない。まあまあそれもあるので、うん、まあまあ任せます。うん、がアルマがクルーだったら高田さんがアーカイブにも行ってるから、まあ基本は貨物の方行っててオニキがやってるか。
まあ、シャワーとってき、まあ、てかそう、まあ、どっちでしょ、どっちかで、ね、高田家の実施点は。うん、ナイスー、ナイスー、やばい、まあ、僕、まあ僕ですよでしょうね、ですよ、ただ僕貨物分けなんだよな、ねえ、ナオニキが隠してるパッティング貨物でダブルキルなんだけど、うんうん、ちょっとタイミング遅れちゃったからこれ誰マット、わかんない、マットは工藤丸さんとかじゃない、あ、え、そうなの、おー、ナイスー、ナイス、おい、1釣れたかな、さすがに、さっきスキップ票に入れたのが藤宮君ともう一人誰、俺です、ちなみに白白追わない限りは藤宮の言い分が通ってると思うから、うん、白白追わないんだったら藤宮はクルーだと思ってる、うん、から正直プテと藤宮のローラーではなくプテ釣ったんだったら別の位置釣る方がいいかなと思ったけど、あー、まあそれは分かるので、スキップアルマス高田武雄の、うん、どっちにしてもそこの3人が候補で変わらないとは思うんだけどな、そうね、あの、まあミヤちゃんも最後にハイブリさん見てるし、あの俺の後ろにハイブリさんがいる状態なので、ブリちゃんは絶対に白1、あのどっちのキルにも関われない、そうだよね、だってプテがクルーん、そうだよね、だってプテってエンジン分けでしょ、そこでネロちゃんが湧いてない状態だった場合って、そうだよね、だって藤宮の言い分正しいよね、プテが藤宮が切れる場所が、あ、でもまあ見てないって言ってるからあれか、うん、藤宮ってその結局最後目撃がないから、その目撃がない時にどっか、あ、まあ、メインに入った前がない、そうか、そう、あ、まあ、ただ上から来てるようには見えてる、あの宿舎側から来てるように見えてる、宮ちゃんに関しては、で、まあ、死んでる位置はエンジンで、例えばネロちゃんが湧いてて武器庫に向かったりコックピットで切ってて、はいはい、単純に工藤さん、佐藤さんが見てないパターンが一番高い、金庫ダウンロードだけあるんじゃない、プテさんクルーの藤宮インポスター一応ある、うん、まあでもこれで一応落としたっていう、まあクルクルだったら絶対もう負けなんで、負けるって、うんうんうん、であとはじゃあ貨物の方釣るかどうか、アルマ高田武雄の宅みたいな感じですよね、うん、そうだね、我慢でもいい、ああまあでもどうする釣り順間違って一番最後にインポスターが釣ると厳しいかなと思ったけど、アルマさんが塩砲出したから白置きするっていうのもあるかもしれないけど、3人で優劣つけれるかなっていうのはちょっと難しい、アルマ君はね、藤宮君とプテ君どちらかにインポスターやる場合どっちも釣りをしてる人間だから一番薄いかなと思ってる、印象的に、まあラインは切るかもしれないけど、何も言えないな、アーカイブ脇右行った風に見えたくらいしかないですね、一応僕停電直してるんでマット否定はできます、うんうん、おいおい難しいね、スキップになりそうだね、そうだね、ちょっと決めきれないわ、そういう進行だと思います、いえ違います、じゃあ違うんだって7個の進行違います、じゃあ間違ってるかな、マット誰かわからんな、ね、そうね、ハイブリさんも強そうだから、工藤丸さんあたりか。ルマはどうだろうな、さすがに情報出さないな。ルマは死人出してきたからきついから違う。アナコさんもまあ釣り、でさん釣りをしてるから。アナコさんかなと思う。ああ。なんかエンジンで僕と会ったみたいな話を仕掛けてた気がするんだよな。うんうん。トスクドかな。お、これは行くか、はい、うん、1人。はい、結構右で死にあるな、でもこれ、うーん、固まってんね、これは、よし、アルマがちょい浮き気に次第、お、はい、出ません、あれクートスなんか言わなかった今ボソッと、うん、見た記憶ある、あ、いや見てないです、ごめんなさい、多分なんかなよくわかんないです、間違えて言っちゃったかもしれないです、申し訳ない、ああ、じゃあ、ね、エンジン脇がアルマサントスハイブリで、アルマサントスがメインに行っているから多分宿舎か左だと思います、ああそうなんだ、ごめんなさい記憶しなかった、で僕がメインの一番左の部屋のベントタスクをやって出てきた時にメインエンジンドアが閉まってたから、そこが今も閉まり続けてるんだったらメインに絶対来てないって言います、メインエンジンを俺が通ってボタン押し言ってるけどね、サントスさんとすれ違って、うん、タイミングで飛び出しちゃった、あ、じゃあ空いてるのか、高菜とはね、あったんですよ、高菜とはメインシャワーアーカイブあたりはなさそうだけど、多分、あ、そう、私もアーカイブにずっといるんで、アーカイブはないと思います、さすがに、最後に工藤さんも入ってきてるし、はい、
見えました。アーカイブにさすがに記載はないと。僕も今エンジンメインエレキメインシャワーの下、シャワーの上でアーカイブ下のドアが閉まったのを確認してます。竹尾さん脇と僕らは貨物エレキ石油展望で停電直し。おう、うん、まあ候補にはなっちゃう。うん、は貨物脇でタスク2つやってラウンジでも1個やってアーカイブで、あそうだ、ラウンジで配線やってたら停電になったんでアーカイブ入ってその左の扉開けようとしたら直って高田さんとそこで一緒でした。結局停電直してくれたのは僕が直し、ニキが直してくれたんだよね。ちなみに俺今ボタン押しに行くとき宿舎の下の扉も開けたので。メインエンジンだって開いてました。開いてたと思うけどね。サントスアルマ通ってるし、ね、開けてるんじゃないの。あ、いや、サントスアルマはエンジン開けですぐ右に行った時は線開いていて、うん、で僕がベントタスクをやって出てきた時に閉まってたから、そこが次のターンも閉まってるんだったら否定できるなっていう。メインに来てることは単純にメインは来てないと思うけどね。七子さんアーカイブシャワーメインで動いてサントスさんとアルマくんとすれ違って見てないから左行ってそうな気がするけど。誰だ、これ相当きついね。人外。ハイブリさん？ハイブリどこ分けなの？あ、エンジン分け。エンジン分けで、左に行ってるっぽいって。詰まりすぎです。アルバさんの話。まあ、左か上か分かんないですけど、メインには来てなさそうですね。ナナコさんでサンタさんとどこで接違ったんでしたっけ？ね、シャワーぐらいのところで。合ってる、シャワーで合ってます。おい。隠しのも出てないかな。ニキルで勝ちだよ。ニキルで勝ちだよ。これはボタンを阻止していきたいよ。ボタンを阻止していきたいよ、これ。相方さん、マットですか？あ、マットじゃない。イビルですか？あ、僕はイビルです。うん。バニラか。誰がボタンあるんだろう。アルマはなさそうだな。高田さん、高田さんかなんだ。高田さんマットか。ずっと変な挙動した。あ、まあでも高竹だったさすがに清さんの方が。行くとは思うけどな。なるとは思う。俺どうすんだ。ボタン。あ。ただ2サボ入ってるから。ここで、あ、もう1キル入って、ただアルマが見つけるかな。ほい。ほい。どうだ？あれ？あ、あ、奈々子さんって聞こえる？これ。はい、聞こえるよ。あ、今って貨物の給油のあたりで、サントさんの死体です。貨物の給油前。鬼木かアルマです。今、宝さんとすれ違ったわけんで。鬼木アルマ両方かな。中野アルマも見てんじゃない？いや、僕は貨物の配線やってたから、鬼木アルマだったら鬼木しかないですね。僕の前に鬼木がいるから。僕が置いてかれて鬼木が発見してるから。俺の状況説明する。まあ、もう直近キルだね、どっちにしろ。いや、わかんねえ、これ。俺が、鬼木手で直してんのか。貨物から上上がっていったら鬼木アルマが貨物側に下っていってこのレポートが入っているので、でその直近でサントスが給油タスクやってるはずだから、おそらくね、俺が見てないから、貨物で下から上に上がっていった時に、で貨物でレポートしてるのは絶対 100% だから。鬼木は給油に何しに行ったんですか？でレポート、あ、給油に行ったわけじゃなくて通ったら光ったからレポート。いや、これきついな。ね、高田さんが下側から来てたから知っても宝さんに見えるけど。剣士か。剣士と中野のアルマチってどっちか直してなかったっけ、停電。直してないです、ね。直してないよね。中野くんがね、マットの目毛がね、外しきれないんだよな。中野アルママットだった場合って誰が人外になります？初手の情報も嘘ってことになる場合って、クドナラのどっちかになりますよ、人外って。高田剣士、ポスター軸。高田さんがインポスター軸だったら僕の嘘の情報にわざわざ容疑者に入りに来なくてよくないですか？僕がマットメイトだった場合、初日クド7のどっちかになっちゃうから、もう捨ててほしいです。だとしても俺は今、剣士に入れそうだけど。え？高田さんにいるのか？高竹のどっちかだと思うけど、鬼木がマット来てさ、今、トミサボ中なんですけど、ボタンある人がいたら、一応間違ってても演出に行けます。あ、俺ボタンはない。クドさんある？ないです。向こうボタンないです。するしかないかな。七子さん押せますけど。
僕は鬼気に入れます。もう人外勝ち？さんじゃない。マジ？マジか。どうなんだろうなこれ。アルマの議論はギリ真実があるかもしれないからマットメイトいない可能性にかけてください。もう。なるほど。はい。マジ。マジ勝利の高み。ひょえ。マジ。ひょえ。これはない。アルマがコミサボ直してからボタンまではちょっとそうやな。ボタンない。アルマないって言ってなかった？いやみんなないって言ってた。ボタンがない。うん、みんなないから。クルー側はダメだ、うん。みんななさそう。もうタスクしかなかったな。まあこれどうなんだでも。タスク絶対終わんない。終わんないんだ。よかった。結構時間が。シリフって死んでんのこれそもそも。俺。ああ。お見事。マジで。ああ、ごめん。くそー。剣士がマットの方か。ああ、よかった。素晴らしい。よかった、よかった。強っ。高田さんだとは思わなかったな。いや俺も全然思ってなかった。なんか視界の先でちょろ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 動いてたら、じゃあ入ってみろよって言ったら、本当に。そう、目の前入るよみたいなことをされて、はい、入らさせていただきます。入って。目入れよみたいな圧かけられた。ネロちゃん、貨物脇です。貨物脇で僕。そうなんだよね。ネロ、プテさんが、タケオが貨物脇だった。ゲンネロのお肉並んでますかも。ああ、そうなんや。でもなんかちょっとタイミングで出そびれてやべえと思って、タン脇のところに一生懸命見つけて最後にエンジンに。